こんにちは、占い評論家の岡田です。今日はですね、開運線とそれから甲状腺、ですね、その辺の話を生命線と絡めながらお話ししたいと思います。まずですね、開運線ですね、生命線からですね、このように中指のふもとにこう上がっていったり、薬指のふもとにこう上がっていくのを開運線というふうに言います。まあ、この開運の年にいいことが起きるということになるんですね。で、まあ、努力したものがポンとこう出てくる、報われる年ということが言えるかと思います。これは流年法という技法で測っていくことになります。それに対してこの B のように斜めですね、この人差し指のふもと側に伸びる線、これ甲状腺、別名努力線とも言いますね。この年にかなり頑張るんですよね。で、こういう線がある方というのは頑張れるだけではなくって、運もあるんですね。ですから、こう頑張って実力を貯めて運も持っているということなんで、この甲状腺がある方は開運線もたくさん入るという、まあ、そういった特徴があります。で、手相の本によってはこの A と B のこの開運線と甲状腺、この2つを第二運命線というふうにも言います。ですから、こういう線がたくさん入っている方は結構ね、運勢がいいと思います。まあ、運勢のいい方と付き合うと自分も運勢が上がるなんて言われてますので、こういう方をお友達に持ったりすると良いと思います。はい、では次回から運命線の話に入っていきたいと思います。